はい、ガーヒーによるファイナルファンタジー4ジ・アフターイヤーズ月の井帰還。前回までで、そう、パロムとポロムがね、成長して、いろいろなところを、世界をね、回ってね、前回リディアに会いにね、ミストに行って、で、リディアに、パロムがね、限界に行きたいと、幻獣の住む世界に行きたいって言って、お願いしてね、パロムのね、好奇心とね、この、賢者になりたいっていう気持ちがね、前面に出たね、回かな。で、地下の世界に行って、ドワーフの城行ってさ、ルカに会ったんだけど、パロムがね、もうやっぱ思春期の中学生みたいなね、リアクションでね。で、幻獣界にもう行けそう。そう、特殊なんだよね。町に入るにはこうやってダンジョンの底にある最深部にあるワープ装置を使うんだよね。どうした？で、リディアもめちゃくちゃ綺麗になってたっていうことなんだけどね。何かあったのか、何か感じたのか。まあ幻獣たちにいろいろなことがあることは俺も今までので分かってきたけど、ん？ああ、そうなんだよね。リディアの急な成長とかってね、好奇心が勝ったのか、それともカッコつけたハッタリかは分かんねえ。でもよく考えたら浦島太郎のような感じになるってことやな。でも確かに幻獣の世界に人間が来るのをよく思ってない幻獣たちがいるっていうのは俺も知ってる。ここはね、リディアお姉さんが説得してね。まあね、パルムもね、そんな聞き分けのない子じゃないから。アロムはね、心の成長が大事、本当。うん、本当そこだと思うよ。
浮かない顔してる。何かあったのか？テレポ。パロンはね、ただね、強くなるための修行じゃダメなんだよね。難しい。結構ね、ルカとね、話そうとしないんだよ、照れちゃって。パロンは。ああ、でもそれは良かったわ。ドワーフの戦車隊とかの技術があるからね、それを受け継いでるんだな、やっぱ王女として。自分のやりたいことを自分で決めたからね。ルカもやっぱ成長してるわ。もうだって立派なクルーだもんね。でもこれでドワーフの世界もね、ある意味いい繁栄の仕方をしてくれたらいいんじゃないの。こう技術とかをルカだったらやってくれるでしょ。そして現在、やっと戻ってきた今に至る。ってことはパロムがトロイアの国に行ってる時か。時間軸が戻った。ああ、自分はどうなりたいかを悩んでるのかな、フォロムは。心に不安を持つからな。
自分で勉強するよりもね、教えるっていうのはかなり大変なことらしいからね。人に伝えるっていうね。すいません俺が起きる時間だ、普段時間、まあね、時間バレてるっていうかバレバレだけど、俺の起きる時間のアラームまでバレちまったぞ。そうなんでね、意外とね朝早い時間なんで今。そっか、現在に戻ったから異変が起きてる時か。そうだそうだ。嘘、封印した魔導線が。勝手にどっか行きやがった。え、あの大バカ野郎。まあ確かに、ね、修行してるはずだからね。まあね、一番最後を見届けたやつとしてはね、月がどんな場所かも知ってるしね。月の輪だエッジ編のあのエブラーの四人衆、月の輪だ。ここで盗み聞きするのか。そっか、そうやって一歩を踏み出すんだな。ああ、で、そうだそうだそうだ。月の輪が後つけるんだったわ。とまあこんな感じでね、ポロムがね試練の山に行ってこれからカインに会うんだよ。まああいつがどういう代わりをしたのかもちょっと見てみたいからね。
ということで今回はここで終わらさせていただきます。また次回もよろしくお願いします。アラームも気をつけます